フランシス・ブイスペンスは世界初の電子デジタルコンピュータであるエニアックのオリジナルのプログラマの一人である。彼女は史上初のコンピュータプログラマの一人と考えられている。プログラマとして活動していた時期の大半が結婚前だったため、急性の愛称のフランバイラスの名でも知られる。エニアックを操作するベティ・ジー・ン・ジェニングスとフランバイラス1922年に フィラデルフィアで5人の姉妹の2番目として生まれた。出生時の名前はフランシス・ブイ・バイラスだった。両親ともに教育部門で仕事をしており、父はフィラデルフィア公立学校制度のエンジニア、母は教師だった。サウスフィラデルフィア女子高等学校に通い、1938年に卒業した。その後、テンプル大学に入学したが、奨学金を受けて、 チェスナットヒル大学に転入した。大学では数学を主専攻、物理学を副専攻とし、1942年に卒業した。大学で後にエニアックプログラマになるキャスリーン・アントネッリと出会った。1947年にホーマー・ w スペンスと結婚した。彼は陸軍アバディーン製の試験場の電気技師でエニアックプロジェクトに割り当てられ、後に コンピュータ研究部門の責任者となった。彼女は戦後もエニアックで働き続けていたが結婚後間もなく子供を育てるために退職した。彼女にはジョセフ、リチャード、ウィリアムという名前の3人の子供がいた。エニアックプロジェクトは世界初の完全電子式デジタルコンピュータを構築するアメリカ陸軍による機密プロジェクトである。 ハードウェアは主に男性のチームによって構築されたが、ソフトウェアの開発は6人のプログラマのチームによって行われた。それはすべて女性で、バイラスと同様の背景を持っていた。エニアックのオリジナルのプログラマーという重要性にも、かかわらず、彼女たち女性プログラマの役割は、女性が技術に興味を持たなかったというお名のために、当時は軽視されていた。 彼女らがコンピュータで作業している写真は当時の新聞にはクレジットなしで掲載されることが多くエニアックが完成して1946年2月15日に公開された時このような高度な計算を実行する装置のプログラミングを行った女性プログラマの名前について米軍は言及しなかったバイラスや他のプログラマたちはもともとペンシルベニア大学 ムーアスクールに雇用され、弾道計算を行っていた80人の計算手の中の6人だった。エニアックも弾道計算のために作られたものであった。ムーアスクールはアメリカ陸軍から資金提供されていたが、当時は第二次世界大戦で多くの若いアメリカ人男性が戦場へ送られていたため、女性の計算手が雇われていた。 バイラスと彼女の大学のクラスメイトだったテイ・マクナルティはエニアックのプログラマーチームの一員だった。彼女らはプログラミングだけでなく弾道方程式を計算するために使用される微分解析器と呼ばれるアナログ計算機の操作にも割り当てられた。終戦後も彼女らはエニアックでの作業を続け他の主要な数学者と協力した。1997年、スペンスは 他のオリジナルのエニアックプログラマとと共にウィメインテクノロジーインターナショナルの女性技術者の殿堂入りをした。彼女たちの仕事は未来の電子コンピューターへの道筋を開き、その革新は第二次世界大戦後の電子計算とコンピュータプログラミングの台頭に弾みをつけた。2013年に賞を受賞したドキュメンタリー映画ザ・コンピューターズは 彼女たちエニアックのプログラマーチームを取り上げたものである。キャシー・クライマンとエニアック・プログラマーズ・プロジェクトによって作成されたこの子のドキュメンタリーは1940年代のエニアックチームの実際の映像とエニアックの女性チームメンバーにエニアックで一緒に働いていた時間を振り返ってもらうインタビュー映像とを組み合わせて構成されている。ありがとうございます。